操作ボタンで、こちらはクルーズコントロールですね。ちょっともう一回消してみて、ブレーキを踏んだ状態で押します。インパネですね。メーター類は一番左からタコメーター、スピードメーター、それ一番右がインフォメーション、マルチインフォメーションディスプレイっていうらしいですね。まあ燃費やら時刻やらガソリンの残量やらホンダセンシングの表示板とかそんな感じですかね。結構ボタンも増えてありますね、いくつか。正直ちょっと30分ぐらい前に納車されたばかりなんでちょっと詳しいことわからないんですけど、で真ん中に大きいエアコン吹き出し口が2つあって、あと前期型と変わった点もここなんですけど、ハザードボタンの色が変わりましたね。前期型に関しては赤色だったんですけど、後期型は黒色になりました。で評判の良くないギャザツナビですね。これはあのホンダのディーラーのナビです。とここ、まあ、ピアノブラック調で高級感があっていいんですけど、やっぱりホコリとか傷とか目立ちやすいですね。でこれも不評なんですけど、タッチパネルのエアコンですね。ただですね、これ前期型に比べたら操作が反応しやすくなりましたね。まあ、これに関してはまた後々詳しく見ていきたいと思います。でシュガーソケットと USB が標準でついてますね。 あと忘れたんですけども、ETC も標準でついてます。セットアップ料金だけ別でいるみたいなんですけどね。で、小物スペースがあって、ドリンク。